もう引くよザブラポッパー。あーしたオーケー。ひどくね反応ありました。東京湾のシーバスガイド岡野幸です。バス営業マンの長坂と申します。若手です。よろしくお願いします。今日は僕が担当ポッパーレン君がペンシルベイトですね。で担当分かれて東京湾でトップポーターで黒鯛を狙ってみたいと思います。こちらはいもうホッパーしか使わないからね。そうですね。僕もじゃあペンシルだけでね。はい、ということで一日やっていきますんでよろしくお願いします。お願いします。この辺ちょっと潮目あるから、はい、ここからやっていこうか。お願いします。斜め前にポッパーもさボコンボコンっていうアクションがいい時とちょっと細かいやつ、そうそうちょこ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 っていうのがいい時と、あとミックスバージョンがいい時あるね。ミックスバージョンがね。でも波ちょっとあるとさポッパーのがさ、そうですね、アピール力が、あと深いところとかね。ね、丸見えでしょ。こうやって出すんですよ水面を。超引くよって言ってからオッケー。やったーザブラポッパー。すげえ綺麗な魚体丸見えでしたからね。手前で。パコってね。夏だから弱んだよね。ナイスショット。ありがとう。よし。ポッパーの木なのか。いやわかんないよ。まだわかんないですね。なんかさっきの釣れた魚も結局最初ねちょこん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 っていう細かいアクションで、こういう細かいアクションで釣ったんだけど、でその2回目のキャストで今度こういう激しくボコンボコンボコンっていう感じで動かしてたら後ろなんかついてきたら見えたんだよね、はい、黒い影がいましたね。そうそうそうでギリギリのところで食ってくれたからすげえよかった。ただこれ大事なのはボコンって出ても合わせちゃダメ、ね、びっくり合わせだ、ね、そうそうそうびっくり合わせが一番ダメ。もう重くなってからちょっと引っ張るぐらいの感じでいい。そうそう、まあ、どうしてもさ興奮して合わせたんだけどね。ダッチだダッチ。食われちゃった食われちゃった。ダッチ意外とサービスにしようかな。あまた来た。なんだこれダッチよ。ダッチフグだフグ。あ違う違うすごい。こんな感じっすよ。こんな感じかわいい黒鯛。すげえ俺こんなサイズ多分最小記録だね。すごいね。でもザブラポッパーこんなのサーブしちゃうんだよ。これね体の半分ぐらいやる気ありますね。ねえありがとう。ダッチが登ったわ。そうじゃないか。ポッパーじゃなかった、あの手のクロダイね。クロダイちょっとチヌのスクールを見つけまして、で岡さんが引き続きポッパーでやってて、で僕はフェイキドッグの BS から、サイズダウンしてより食わせに、よしたんですけど、ポッパーではなかなか反応なくて、フェイキドッグに反応ありました。よっしゃ。流してたら結構出たんですよ。2、3回出て死ぬかなと思ってたらシーバスでした。フェイキドッグでシーバスも結構釣れるんで、まあ、チルもシーバスなんで釣れますね。使ってください。いい出方しましたね。いや、お疲れでした。お疲れ様でした。今日ポッパーとペンシルベイト、はい、ザブラポッパーとフェイキドッグでどっちの方が釣れるのとか、うんね、検証ですね。検証的な感じでやったんだけども、はい、前半ね、はい、ちょっと波がざわざわってなってローライトで、僕のポッパーの方が出てた。出てましたね。だけど途中スクール見つけてね。そう。すごい量だったよね。そこで僕も1本取れて。それってさ、でもポッパーやってたけど全然反応しなくてね。そう、お母さんずっとねやってくれてたんで。そうそう。それでそこでね、レン君のペンシルベイト、フェイキードッグがね炸裂して。炸裂してくれましたね。ね。はい。取り合いになってました。そこでポッパーで反応してなかったっていうところは、まあ本当にまあ適材適所なんだよね。ルアーフィッシングがみんなそうだと思うんだけど、なんかそれで使い分けると、ちょっとした変化でね、使い分けてもらったら楽しくまた調査につながると思うので、僕も新しい引き出しが増えました。はい、そんな感じでまたぜひそうですね、また遊びに行きますので、その時はよろしくお願いします。皆さんも遊びに来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。